アシスタントの小野大輔です。早いものでもう21回目ですよ。そうですね、いよいよ大詰めになってきました。さて、それでは早速行ってみましょう。このコーナー、今週のマガーレ。誰、何、組んできました。なにこれ、ぬる、こんなもん飲めかい。こんなんじゃ自販機の方がいいわ。あ、ふざけるな。お前な、お前な、今までどんだけ俺が我慢してきたと思ってんだ。いつもいつもわがままばっかり言いやがって。みのる、今日という今日は言わせてもらう。俺がどんな気持ちでこのコーナーやってきたか分かってんのか。来る日も来る日もここってバイトしてよ、声優の収入よりバイトの方が多いんだよ。おかげさまで今じゃフル株だよ。お前のこと持ち上げてる前にいつもメンチカツあげてんだよ。ふーん、そっちの方が向いてるってことですね。めっちゃいいだな。どうしておのぼそこ座ってんだよ。そこは俺の指定席なんだよ。あなたは見切られたんですよ、プロデューサーとディレクターに。やつらは見極めが早すぎなんだよ。俺は大器晩成型なんだ。こっから一気にスターゲイスターになったりするんだよ。できるんですか、あなたが。なんかバカにしやがって。ヒッポスなんかとな、ラム&ベリーなんかとやってられるかよ。やめてやる、こんな番組やめてやるよ。こっちでさー、うるさい。何がやる、キュチャンネルじゃろ。ちょっと何するもん、何言うとしたんじゃ、おれ、何がみそじみたりじゃ。そんなもんでネタになるんやったらな、わしももうすぐ30やっちゅね。お前のことを言うとらじゃ。